ます。わけです。本日は SBC ドリームテニスツアーの取材をしていこうと思います。本日が6月25日土曜日なんですけど、今日はファーストラウンドの予選リーグの模様を皆さんにお届けしていきたいと。明日6月26日日曜日にファーストラウンドの決勝トーナメントが行われるので、2日連続で動画の方を配信していこうと思います。よろしくお願いします。今井選手に来ていただきました。はい、よろしくお願いします。今井さん、今日の、試合をちょっと振り返っていただいていかがでしたか。そうですね、まあ、1試合目からいい形で入れたんですけど、やっぱり1日シングルスを3試合するっていうのは、うん、なかなか海外の試合とかでもないので、最後の試合ちょっとパフォーマンス落ちてしまったんですけど、はい、まあ、ちょっと気合で全勝することができたんですけど、今日は特にあの大学で本当に 1,2 番の、まあ、田口君とか白石君とかやったと思いますけど、うん、はい、そうですね、やりにくさとかあったりしましたか。いや、相手が誰だからっていうのはあんまり気にしないようにはしてるんですけど、はい、でもやっぱり大学生の怖さとか、はい、ガッツですよね、はい、っていうのはやっぱり自分もやってた分、大学上がりなんで、はい、やってた分やっぱりそういうの分かってるので、うん、その怖さというか、うん、いうのはすごく感じながら、うん、プレーしてたんで。この大会はまあ選手のことを考えられて作られた大会じゃないですか、うんうん、まあ、それについてはどう思われますか。いや、もう素晴らしい活動だと思いますね、うん、特にそのテニスっていうのはまだまだ多分一般の方には、はい、あまりこう露出がちょっとこう不十分な部分もあると思うんですけど、うん、すごくまあ、36さんもそうですけど、はい、やっぱりテニスをこう広めていこうっていう方たちがすごく集まって、うん、まあ、TBS さんも関わっていると思いますし、はい、まあ、すごくこう広めていこうっていう活動を、うん、なんかこうこの大会ですごく感じられますし、はい、まあ、僕もプレーでちょっとこう、はい、周りの方にいい刺激を与えられたなとも思いますし、テニスの楽しさも知ってもらえたらなというふうに思うので、はい、まあ、よりなんかこう自分も力が入るというか、はい、はい、頑張りたいなっていう気持ちにさせてもらいますね。明日に向けて、はい、あとはまあ今後に向けても、どんな目標を立てられてますか。はい、そうですね、まあ、まず僕はやっぱりグランドスラムにやっぱり出場するっていうのがやっぱり目標をやっているんですけど、はい、まあ、なかなかちょっとコロナがあり、うん、ランキングも一時は結構上げてたんですけど、うん、まあ、コロナとかあと怪我もすごい続いていて、はい、まあ、かなりランキングを落としてしまったんですけど、まあ、先週久々にアジアの ITF 国際大会でちょっと出て、うん、まあ、結構結果も、まあ、優勝と準優勝シングルス、ね、はい、することもできて、はい、まあ、ちょっと徐々にランキングも上げることができてきているので、はい、また再スタートという形で、うん、頑張ってグランドスラム目指してやりたいなというふうに思いますし、うん、まあ、今大会すごくやっぱ強い選手が揃って、そうですね、で、まあ、すごい4ゲームというでノーアドバンテージというすごいこう緊張感のある中今後のステップアップにつながると思うんで、うん、まあ、この経験を、まあ、明日もありますけど、はい、今回経験したことを持ち帰ってですね、うん、もう今後の活動につなげていきたいなというふうに思いますし、まあ、まずは明日、はい、ちょっと思い切って、はい、自分のもう結果というよりはもう自分の力をどれだけ出せるかだと思うんで、もうできるだけ 100% に近づけられるように全力を出し切って頑張りたいというふうに思います。早稲田大学4年の白石光です。はい、今日、3試合やられたと思うんですけど、はいはい、試合振り返って今日はいかがでしたか。シングルスのショートセット1日に3つやるっていうのが、うん、ちょっと正直人生初めての経験で、うん、正直4ゲームだしノーアドバンテージだし、うん、楽だろうと思ってたんですけど、うん、やっぱり結構5-4 とかまで行くとあんまり普通のセットと変わんないじゃんとか思いながら、はい、しかも3人と相手するんでこのレベルと、はい、まあ、体力的にちょっときつかったなと思ったんですけど、はい、それでも、最初の2試合は、うん、まあ、僕は一応下のシードをいただいてたので、はい、まあ、絶対、まあ、そこを守って今井さんにトライしようと思ってたんで、はい、まあ、そこをまずクリアすることはできたんですけど、まあ、最後、まあ、今井さんにまあチャンスはあったし、うん、ファイナルスーパータイブレーク 6-2 からだったので、はい、
まあ、悔やまれるですけど、まあ、いいテニスができたんじゃないかなというのは、僕自身思います。この大会は選手のことを考えられて作られた大会だと思うんですけど、はい、感じていることあります？まあ、僕自身今まだ大学生なんですけど、卒業後プロ転向っていうのも決めている中でのやっぱこういう大会っていうのは、まあ自分の実力を知るいい経験にもなりますし、でまあこの SBC っていうことでそのスポンサー様がのなんだろうアピールになるんじゃないかなと思っているので、すごいまあ僕にとってはチャンスだし、まあ貴重な大会だなと感じてます。明日に向けて、あとはまあ今後に向けての目標などを語っていただいていいですか？自分自身しっかりファイトしていけるところまで、まあ、もちろん優勝っていうものを視野に入れて、まあ、それでもう一回今井さんにリベンジとかできたらすごいいいと思いますし、まあ、でも一戦まず明日の1個目勝てるように頑張りたいと思います。近畿大学4年生の田口亮太郎です。あの以前あの近大さんあの YouTube で撮影させていただいて、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日あの3試合やられて、まあ、感想はどうですかね？そうですね、僕はちょっと1勝もできなかったので、すごい悔しい気持ちが今は大きいですね。まあ、1試合目は今日今井さんとやられて、はい、結構あの僕も試合見させていただいたんですけど、はい、ガンガン打ってこられてやっぱすごい、そうですね、やっぱ大学テニスは違います？全然違うくて、やっぱりあの、去年の全日本選手権でも、あの対戦させていただいてて、まあ、すごいハードヒットしてくるっていうのは分かってるんですけど、やっぱりいざ実感してみると、ものすごい威力とやっぱ圧力で押されちゃいますね。はい、あとはまあ2試合目が白石君、はい、もう何度もやってると思うんですけど、そうですね、どうなんですか、何度も白石君で。いやもうちょっともう頭が狂いそうなぐらいもう見たくないですね、あいつの顔もう全部返してくるし、はい、そっかそっか、タフな選手なんで、はい、倒すっていうか、もうやっぱ試合やってるとすごいきついですね。はい、でも田口君はあのインカレ室内ではね、はい、白石君に勝ったりとかして、はい、でもそれ以外なかなかまだ白石君には勝ててない感じ。そうですね、先月今月合わせて4大会目なんですけど、はい、ちょっと一勝もできてなくて悔しいです。この大会は結構その選手のことを考えられて作られた大会だと思うんですけど、はい、それについてはこうどういうふうに感想を持たれますか？そうですね、やっぱりこんなあの、まあ、賞金もあって、この国内のトッププロとやる機会っていうのは本当になかなかないので、こういうやっぱあの大会を主催してくださって、すごい僕たち学生からしたらこう、いろんな経験値を積めるなっていうふうなところは本当にありがたいと思います。インカレとかも控えていると思うんですけど、今後の目標を話していただいていいですか？はい、そうですね、去年のインカレ室内を取って、インカレは頑張りたいと思っています。相川選手に来ていただきました。今日の試合をちょっと振り返っていただいていかがでしたか？どの試合もタフな、あの選手ばかりだったので、1試合1試合気に抜けなく、全力で試合しなくちゃいけなかったので、かなりの集中を使いました。3試合やるってすごい疲れますかね？そうですね、特に、あの最初の1試合目から長い試合があったので、この大会は、まあ、選手のことを考えられて作られた大会だと思うんですけど、まあ、それについてはどう思われてますかね？そうですね、あのスポンサーの方と昨日はあの交流する機会があって、はい、なかなかないことで、とてもあのありがたく思っていますやっぱりそういう資金面とかって選手にとってはなかなか大変な部分があると思いますけど、それがやっぱこうこの大会で勝つことでチャンスを得れるっていうような。そうですね、あの普段お会いしない方々なので、はいはい、じゃあ相川さんは、まあ、2位通過というところで、はいはい、で明日決勝トーナメント戦われると思うんですけど、まあ、それについての目標などはいかがですかね？もちろん優勝を目指して、はい、あの頑張りたいと思います。あの今日は自分的には思ったようなプレーができない時も多く、アップダウンの激しいあの試合があったので、もっと安定したプレーをできるように明日に向けて調整したいなと思っています。牛島選手に来ていただきました。今大会、振り返っていただいて今日の試合いかがでしたかね？そうですね、最初第一試合は、フォーティオールが初めのゲーム多分 3,4 回あって、1回取った以外全部落としちゃって、でそれでやっぱりうまく流れをつかめなくて、でなんかもっとプレーを変えれたかなとも思うんですけど、まあ、その流れのままちょっと4ゲームなので行ってしまったところがやっぱり反省点で、2試合目今井さんとの試合は自分も動きも良くていいプレーも出てて、まあ、セカンド3人でリードしてたんですけど、そこのボンミスがやっぱり響いちゃって、まあ、取りきれないっていう感じで、まあ、相手のプレーももちろん良かったんですけど負けちゃって、最後の試合は結構私が
合わせにくいタイプのボールを打ってくる選手で、まあ、パワフルですし、うん、若いけどすごいなんか展開力があってで結構もう自分的にはもうちょっと焦ってしまって、うんミスが早くなってしまったので、うん、まあいろいろ反省点はあるんですけど、うんまあ、最後はまあ勝ち切れてよかったです1試合この大会はまあ選手のことを考えられて作られた大会だと思うんですけどね、はいはい、その辺はこうどう感じられてますかね、はいやっぱりあの相川先生と山田さんがやっぱり結構本当に前々から、うんまあ、こういう選手にとって夢のある試合やっぱ賞金が普段少ないので、うんまあ、選手のためのということですごい考えてくださっているのも知ってたのでまあ、本当にやっぱりモチベ自分のモチベーションにもやっぱりなるので、うんうん、選手としてはやっぱりこういう大会を開催してくださることがすごい嬉しいので感謝の気持ちでいっぱいです辻島さんの今後の目標をおっしゃっていただいていいですかはい、はいまずはちょっと WT のランキングが下がってしまったので、WT のランキングを今多分500位ぐらいになっちゃったので、まあ、そこからちょっと上げてまた300位台とか200位台に持っていってやっぱりグランドスラムの予選にまず出ることを目標にやっていきたいと思います日本大学1年生の高優和です日本大学大学1年生でこの大会出られてるんですねそうですねまあ、ちょっと運がいいということでワイルドカードをいただいて、はい出させていただいて今日いろんな本当にトップレベルの選手と戦ったと思いますけれども試合を振り返っていかがですかねそうですね、まあまあ、最後の試合でちょっと、まあ、波が出ちゃって、うん、結構、まあ、自分の思ったようにいかないプレーになってしまったんですけど、うんまあ、そこの部分が、まあ、トップ選手とのまだ差があるところかなって、まあ、非常に感じたなと思いました、うんうん、この大会はその選手のことを考えて作られた大会と思うんですけど、その資金面とかいろいろ選手大変じゃないですか、はい、で、まあ、高さんはまだそのプロではないと思うんですけどこの大会についてはこうどういうふうに感じられてますかねそうですね、まあこんなに賞金の大きな大会っていうのは、まあ、僕も初めてですし、まあ結構めったにないような大会で、まあ、すごい選手たちにいい大会なんじゃないかと、はい、思います今後の目標などについて話していただいていいですか、はい私は大学卒業後はまあプロを目指して、まあ、いるんですけど、まあ、こういった大会で、まあ、日本のトップ選手とまあ戦うことができてまあ、海外とかとも海外のトップ選手とかも戦っているような選手とできたことが、うんまあ、非常に、まあ、いい経験になったかなと思って、うんまあ、この経験を生かして、まあ、自分の目標であるグランドスラムに出場するっていう、うん目標に達成できたらいいなと思ってますありがとうございました予選リーグ初日を終えましたいくらこうショートゲームとはいえやっぱり1日3試合やるってなんかこう選手がすごい大変だったという声をすごい聞いてて、まあ、特にインタビューさせていただいた近畿大学の田口選手も足がこうつってしまうぐらいな、ね、大変さがあるっていうところでなかなかハードですけどやっぱり選手皆さんこの大会に関してすごいこういい大会だっていうふうに言っていただけていることが何よりもこれをこの大会をやっている意義なんじゃないでしょうかあとは日大の、テニス部の部員の皆さんがですねスタッフとして働かれている姿もすごいかっこよくて明日なんですけどファーストラウンドの決勝トーナメントが行われます、まあ、今回、勝ち上がったリーグの選手の方々がまた明日対決するということなので明日も引き続き動画の方を配信させていただきたいと思いますでは今日はここで終了しますどうもありがとうございました